基礎計算、意外と正解できない方程式、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の方程式を解いてください。解説をします。小数と分数が混在する式はどちらかに統一すべきです。本題の場合、左辺の 0.3 を10を分母とする分数にして、さらにその左辺の分数を消すために両辺にその逆数をかけて、あとは計算していくと x=9/10 が正解となります。おまけ問題です。次の二次方程式を解いてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。